はい、それでは ④ の話題としまして、またねちょっと悲しい災害のお話ですけれども、フィリピン、台風被害が非常に大きいものが発生したということです。台風22号、こちらね、フィリピンを横断した非常に強い台風22号の影響で、フィリピン国内の死者が計208人に達したと、フィリピン国家警察が昨日12月20日に発表しました。負傷者は239名に上り、今現在もですね、行方不明者52人おり、今後死者がさらに増える恐れがまだ残っております。このフィリピンにね、台風22号を直撃したわけですけれども、中部ボホール州では地元自治体が74人の死亡を同日までに発表しております。ボホール州の一部地域ではまだ電話回線などが普通で、全体状況依然として把握できていないということで、フィリピンの東の海上で発生した台風22号、12月16日からフィリピン中部を横断、各地で地滑りが発生、強風で多くの家屋に被害が出たということで、台風被害に備えて30万人以上が事前に避難したということですが、200人を超える死者が出てしまったということです。フィリピン、中部では2013年11月に観測史上最強級とされた台風30号によって6000人を超える死者が出たということ、こちらと比べたらね、被害軽微と言えるかもしれないですが、やはりこう今12月になってもですね、台風とか季節外れの陽気、こういったものが非常に大きなところに災害を起こしているということ。これね、決して日本も他人事じゃないなということを強く思います。アメリカでは竜巻の被害が大きいのがありましたし、日本、今どちらかというとね、そういった夏に起きる、気温が高くなると起きる災害というよりかは今、強烈な冬型の気圧配置によって、冬型の大雪、こういったものを心配されておりますけれども、やはりね、改めて、自然災害、決して侮ることなく事前の準備、こうね、最低限の、まあ、ちょっと日持ちする食料ですとか、水とかね、こういったものを、いつ何時どんな災害にあったとしてもですね、最低限のなんかそういった備えをしっかりとしておくということ、こちらがね大切なんだなっていうことを改めて強く、思わせる内容だったなと思います。皆さんもですね、本当に今地震もね、なんか不気味に増えてあったりとかありますし、この新聞解説ながら聞き、ありがたいことにお聞きいただいているのは日本国内、だけじゃなく海外の方も聞いていただいていると思います。僕が把握していないその土地土地のね、災害、起こりやすい災害というものが、各地あると思います。その災害に備える、これはね、やっぱり自分ができることをしっかりとやる、こちらがもう災害において大切なことだと思います。いつ何時来るのか、そういったものについて誰も分からないのが、まあ、災害ですから、しっかりと事前に備えられることについて、備えていっていただければなと思います。本当にね、年末近いですから、やっぱりこの年末年始で、気持ちよく年を越す、安心して年を越すためにもしっかりと備えあれば憂いなしということでね、できる対策整えていっていただければなと強く思います。